翔平と交わした約束を実現するまで会話はしないことにしたんだ。ドジャース入団が正式に発表されたことで、たくさんのメジャーリーガーから祝福のコメントが届いた大谷翔平選手。しかし、兄弟のように親しかったマイク・トラウト選手からは一向に連絡が来ない状況。ファンの間では移籍したことが相当ショックだったんだろうと噂になりました。ところが、渦中のトラウト選手はメディアへ本音を語ると同時に、大谷選手へ早くも宣戦布告したことが野球ファンの間で大きな話題になっています。大切な友だからこそ簡単に別れたくはない。大親友が抱える大谷選手への思いとは一体どのような内容だったのでしょうか。2人の間に生まれた喜びと感動。現地時間の12月14日、入団会見で言葉を交わした大谷選手。まず初めに語ったのは、いつも応援してくれる世界中のファンとお世話になったエンゼルスに対する感謝の気持ちでした。本当に今振り返っても素晴らしく大切で忘れられない。そんな6年間を、思い出をありがとうございました。新天地でプレーするワクワクした感情が高まる一方で、エンゼルスとのお別れは寂しいですと包み隠さず本音を語っています。そんな思い入れのある球団を去る決意をした大谷選手に対して、感謝を伝えたいのはこっちの方だよと言わんばかりに、次々とメッセージを送ったのはエンゼルスの元チームメイトたち。世界最高の選手とプレーした時間を忘れることはないと名残惜しそうに振り返っています。ところが、大谷選手と最も親しかった兄貴のような存在トラウト選手だけは沈黙を継続。 FA 移籍に対するコメントは未だに寄せられていません。大谷選手が史上初2度目の満票 MVP を獲得した時には、誇らしく思うよブラザーと自身の SNS で偉業達成を祝福する姿がありましたが、今回の移籍だけはさすがのトラウト選手も素直に喜べなかったのでしょうか。グラウンドでもクラブハウスでも、いつも仲良しな2人はいつしかトラウタニンの愛称で呼ばれるようになり、エンゼルスファンだけでなく日本の野球ファンにも親しまれました。結果が良い時も悪い時も常にメディアにさらされる2人のスター選手は、これまでお互いに支え合って困難を乗り越えてきました。2017年のオフにエンゼルス入団を決意した大谷選手。ここから輝かしいメジャーでの挑戦が始まりましたが、当時すでに注目選手だったトラウト選手のことは心からリスペクトしていたそう。チームのために戦うトッププレイヤーの思いに共感した大谷選手は、エンゼルスで頂点を目指すことを心に誓ったのです。長年チームメイトとして戦ってきた2人は、打順が並ぶ機会が多く、ファンにとっては頼もしい限りでした。翔平とトラウトの並びはエンゼルス史上最高の打線だと評価する声も少なくありません。2023年の WBC では決勝戦の舞台でついに夢の対決が実現。日本とアメリカを代表する2人のスター選手は、野球界の歴史に新たな1ページを残してくれたと言っても過言ではないでしょう。エンゼルスに必要不可欠な存在を失った今、トラウト選手は何を思い何を伝えたのでしょうか。どうやら寂しさよりも勝負師としての闘争心がより一層燃え上がっているようです。絶対に負けない、頂点でまた会おう。今回チームを去る決断をした大谷選手に対しては、取材でも自身の SNS でも特にこれといったコメントを残さなかったトラウト選手。とはいえ、ドジャースのムーキー・ベッツ選手に対し、翔平のことをよろしく頼むと間接的にメッセージを送っていたように、心の中ではやはり心配していたようです。今までチームのために戦ってくれてありがとう、そして今日から君はライバルだ、次はそう簡単に三振することはないよ。こんな思いを抱きながら大親友の移籍を見届けたのではないでしょうか。ドジャースの大谷選手と対戦する日を心待ちにしているに違いありません。頼もしかったチームメイトは、青のユニフォームに袖を通した瞬間から手強いライバルに変わりました。 WBC では日本代表、アメリカ代表のリーダーとして母国の思いを背負って対戦しましたが、今度はワールドシリーズで翔平の100マイルを打つと、ワールドシリーズ制覇をかけた戦いの舞台で大谷選手にリベンジすることを強く望んでいたようです。大谷選手としても憧れの選手ともう一度
世界最高の試合で顔を合わせたいと願っていることでしょう。2019年3月にエンゼルスとの契約延長で事実上の生涯契約を結んだトラウト選手。古巣に対する思いはどの選手よりも熱く、今もなおエンゼルス一筋を貫いています。残留を決意した理由とチームを去った唯一無二の二刀流に対して、あるメディアの取材に対しこのように述べています。翔平は今後二度と出てこないほど素晴らしいプレイヤーだ。勝つことを求めてドジャースに移籍した彼との対戦は誰よりも楽しみにしている。 WBC での最後は本当に悔しかったけど、あれはまだ第1ラウンド。リーグが違うライバルチームになるからこそ、ワールドシリーズで戦える、その時が来るまで野暮なことは言わないと決めたんだ。年齢を考慮しても、次回の WBC は参加が難しいとも言われるトラウト選手だからこそ、いつの日かワールドシリーズ制覇をかけて大谷選手と戦いたいと、そんな本音が飛び出したと言えそうですね。ファンの間でも高まる大谷選手とトラウト選手による再戦ですが、果たして夢のカードは本当に実現するのでしょうか。全米のファンが待ち望む夢の対戦カード、エンゼルスとドジャースによる夢のワールドシリーズ。最高の舞台で繰り広げられる両者の対戦はぜひとも目にしたいものですが、そんな夢が現実となる瞬間は訪れるのでしょうか。エンゼルスが初めてワールドシリーズ制覇を達成したのは2002年のこと。ア・リーグ西地区2位でプレーオフに駒を進めたエンゼルスは、リーグ優勝を決めてワールドシリーズに初進出。ナ・リーグチャンピオンのジャイアンツに勝利し、栄冠をつかみました。ところが近年は成績が低迷し、2014年に地区優勝を果たして以降、ワールドシリーズどころかプレーオフ進出も遠ざかっています。投打のキーマンが抜けたことで、戦力の穴をどのように埋め合わせるのかが今後の大きな課題となりますが、それでもトラウト選手は大谷選手との約束が果たされるまでは沈黙を貫き、チームの再建を先導していくようです。一方のドジャースはというと、2013年から11年連続でプレーオフに進出、連続記録の更新は今も続いています。しかもそのうちの10回はナ・リーグの西地区を制覇しているように、上昇チームだということは言うまでもないでしょう。それでも球団としてはまだまだ納得していないとも。大谷選手は入団会見にて、球団上層部からの熱い言葉がドジャースに入る決め手になったことを明かしています。二刀流を獲得するために熱い本音を伝えたのは、マーク・ウォルターオーナーとフリードマン編成本部長。我々はこの10年間に満足していない、あくまでも球団として目指しているのはワールドシリーズ制覇だけであり、こうした思いは大谷選手が野球を続ける目的と完全にマッチしていました。選手、球団、ファンが同じ気持ちで戦い、ワールドシリーズ制覇だけを目指す、来季はそんな熱い展開が見れそうですね。大谷選手とトラウト選手、2人が置かれる立場やチームの状況は全く正反対ですが、それでも世界中の野球ファンは親友同士の対戦を心から願っています。いつか君の背中を追い越してみせる。シーズン MVP をはじめ、これまで数えきれないほど表彰されてきた両者。チームメイトだったエンゼルス時代には、どちらの選手が最強だといったテーマでたびたび議論が繰り広げられてきました。2022年に公開されたランキング、 MLB ネットワークが選ぶ現役選手ランキングで初めて1位に選ばれた大谷選手、続いて2位にランクインしたのがトラウト選手でしたが、そんな投票結果に対して大谷選手は、それはないですかね、誰がどう見ても1番はトラウト選手じゃないかなと思うので、僕は引き上げられてって感じです、実質去年しかいいシーズンはないので、と述べ、トラウト選手に対するリスペクトを語っています。入団当初からプレースタイルやグラウンドでの振る舞いなどお手本にしてきたトラウト選手を心から尊敬していることが伝わってきますね。二人の関係性に対してファンからは、トラウタには永遠に不滅、二人の友情はメジャーリーグの歴史を変えてくれた、心から感謝しています、今度はライバルとしてどんな対戦を披露してくれるのだろう、など前向きな意見が寄せられており、二人が選んだそれぞれの野球人生を心から応援していることがうかがえます。来季は所属する球団、そしてリーグが異なるため、共演を実現させるためにはお互いが全力を出し切るしかない状況。
果たしてトラウタニが一体どのような再会を果たすのか、世界最高の舞台で対戦する夢が再び叶うのか、今からとても楽しみですね。皆さんは大谷選手とトラウト選手によるワールドシリーズが実現すると思いますか？ぜひご意見をコメント欄にお書きください。最後まで見ていただいた方はグッドボタン、チャンネル登録いただけると本当に励みになります。次回も他では見られない熱い情報をお伝えしますので、チャンネル登録がまだの方はぜひ登録ボタンを押してください。最後までご視聴いただきありがとうございました。